アウターインナー兼用のセカンドチャンス車製のキャリア2着と、中段左は、ドイツ製、レベル3アウター型キャリアで、内部素材は、防弾と防塵の組み合わせ。下部右は、防弾ケブラーレベル 3A 素材防塵ケブラー、素材を組み合わせた、内部素材。下部中央は、ソフトハードのトラウマプレート2種。下部左は、私服インナー用軽量ウエストの防弾素材、ケブラー部分のみ。 防人ベストは刃物による攻撃から身を守るための防具のことである。防人直キとも言う、防弾直キとは違い銃弾は防ぐことができない。ケブラー繊維や金属板、ポリカーボネートを縫い合わせて作られている。繊維製の防人ベストは柔らかいことによる長時間の着用が可能であるが、価格が金属防人ベストに比べて高価になりやすい。また素材に使われている。 ケブラー繊維は水に濡れると強度が低下するため、雨の日の着用にも管理が大変である。防塵ベストにも米国司法省での基準であるない、スタンダード -115.00 がある。試験方法は刃物を自然落下させて、基準の貫通以下であれば合格である。防塵基準では、刃物試験とスパイク試験がある。それぞれに関して証明書が発行される。また、防塵基準として、L1、 L2, L3 と脅威に対応した3段階のレベルがある。金属防塵ベストのメリットは刃物への防護能力の高さであるが、硬いことによる長時間の着用が困難なことと、同会の防護面積に制限ができてしまう。3号警備業務における防塵ベストの使用例。日本では警察官が制服の上着の上に着用しているのを頻繁に見かけることができる。日本では 海外と比較して、犯罪の際の狂気に銃器が使用されることが少ない。反面、刃物が使用されることが多く、多くの外勤警察官がほぼ常時着用している。その他、私服警察官や身辺警護を行う民間警備会社の警備員などが着用するために、防人ベストには見えないようなカジュアルなデザインの製品や一般のジャンパーやコートに偽装している製品もあり、 広く使用されている。アメリカ合衆国の警察官や警備員の着用するベストの場合は、アウタータイプ、インナータイプともに、キャリアと呼ばれる一般素材のベストの内部が袋状になっていて、そこに防弾素材を挿入して、ファスナーやベルクロで閉じるタイプなので、キャリア内に防弾素材と防人素材を重ねて挿入し、一着のベストで防人と防弾を総合させる場合も多い。 ありがとうございます。